ワルシャワ近郊の美宿府にあるイエジルジツキ記念ベンチイエジ、ビトルトルジツキは、ポーランドの数学者、暗号学者である。第二次世界大戦中に、ドイツのエニグマ暗号を、初めて解読したことで知られる。ルジツキは、現在のウクライナビルシャナで、薬剤師のジグムンとルジツキの子として生まれた。四人兄弟の末っ子だった。 キエフのポーランド人学校に入学した後、1918年に一家でポーランドに移住した。1926年に美宿府の中東教育学校を卒業した。1927年から1932年までポズナン大学数学科で数学を学び、1932年2月19日に数学の修士号を取得した。その後、 1937年12月13日にポズナン大学から地理学の修士号を取得した。1929年、ワルシャワに本部を置くポーランド参謀本部暗号局がポズナン大学の近くの軍事施設で秘密の暗号学講座を開催し、ポズナン大学の20数名の数学科の学生を招待した。ドイツ語が堪能なる実機もその一人だった。 1932年9月から1937年まで、ワルシャワのサスキ宮殿にあった暗号局で民間の暗号学者として勤務した。ポズガン大学の数学科の同窓生で暗号局の暗号学コースを終了したマリアン・レーフスキ、ヘンリク・ジガルスキもそこに勤務していた。1932年12月に、レーフスキがドイツのエニグマ暗号機を再構築した後も、 ルジツキとジガルスキも同様にエニグマ解読を情報源として利用するための方法や装置の開発を続けていた。ルジツキは時計法を発明した。これにより機械のローターが右端にあるか、つまりキーを押すたびにローターが常に回転する位置にあるかどうかを判断することが可能になった。1939年のポーランド消滅後、フランス南部、 ユゼスに設置された、情報機関カディスに入り、ドイツや、その他の数字区国の暗号解読を行った。1942年1月9日、アルジェ郊外の支部からユゼスの本部に戻る途中、地中海のバレアレス諸島付近で乗っていた客船、ラモリシエール号が沈没し、ルジツキを含む222人の乗客が死亡した。他の犠牲者には、ルジツキと同行していた。 元ポーランド暗号局ロシア家のピオトルス・モレンスキとヤングラリンスキ、フランス人将校のフランソワ・レインもいた。彼の墓はクラックフの聖ペテロ・パウロ教会の国立パンテオンにある。1938年29歳の時にルジツキはマリア・バーバラ・マイカと結婚した。1939年5月10日に生まれた息子のヤヌシュ・ルジツキはワルシャワ美術アカデミーで学び、 1964年、東京オリンピックに、フェンシング、男子フルーレ団体で出場して、銀メダルを獲得した。2007年に、ポズナン宮殿の前に建てられたレーフスキ、ルジツキ、ジガルスキの記念碑1980年、ポーランドにおけるエニグマ暗号の解読を描いたポーランド映画、シークロット・イニヒヒメイに、二人の同僚と共に、主人公の一人として登場した。 1980年代後半にも、同じ題材のテレビドラマトジェムネス・イニヒ,ヒミーが放映された。2000年2月21日、ポーランドのアレクサンデル・クファシニエフスキ大統領は、祖国への多大な貢献を称えて、ルジツキに、ポーランド復興勲章第十字勲章を授与した。2007年、ポズナン宮殿の前に、ドイツのエニグマ装置を復元し、 エニグマ暗号を解読する方法を開発し、その後の第二次世界大戦での連合国の勝利に貢献したレイエフスキ、ルジツキ、ジガルスキの記念碑が建てられた。2009年にはポーランド郵便がレイエフスキ、ルジツキ、ジガルスキを描いた記念切手を発行した。2014年、世界で初めてエニグマ暗号を解読した功績を称えて IEEE はレイフスキ、 ルジツキ、ジガルスキに IEE マイルストーンを授与した。2014年、ワルシャワのポーランド科学アカデミー数学研究所の前に、レーエフスキ、ルジツキ、ジガルスキを称える名板が設置された。2018年、ルジツキが中等学校に通っていたビシクフの町の公園に、ルジツキを記念したベンチが設置された。ウィキメディアコモンズには、イエジルジツキに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。